こんにちは。こんにちは。やってまいりました。はるばる来ました。ハードオフ、はい、上田店。はい。じゃあ見てまいりましょうか。はい、見てみましょう。ヘッドマン。今度は行くよ。あ、そうなんだ。うん。長野県の。そう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 。メーカー？うん。あ、そうなんだ。うん。うん、これ高いじゃん。これ高いね。16万5000。信州松本のギター工房って書いてあるわ。うん。本当だ。へえ。今度見ててますよ。するかな。すごいね。うん。そうなんだ。うん。うん、やっぱあるんですね、こちらでは。ありますね。ね。あ、いっぱいあるじゃん。ギルド。中国製かな、安いから。ちょっと可愛くなってる、ロゴが。ちょっと丸っこい感じ。丸っこくなってる。なんかおなじみの曲が流れてるな。音楽を聴くと落ち着くな。藤丸常は。人の名前ですか。藤丸常。人の名前じゃん。常夫さんの。どういうこと？わかんない。よくわかんない、うん。そういう会社なのかな。うん、メーカーって書いてある、ね。うん。80年代ジャパンヴィンテージ。1万8000円。定価5万円だって。結構上がってんね。1982年か。私より年上だ。あ、BC リッチ。BC リッチ。昔こういうの憧れたんだよ。中学生の頃。ああ、シュッてなってる、うん、あ。こういう丸いのはあんま好きじゃなかった。ああ、確かに。尖りたかった。尖りたがりがるよね。うん。うん、ヤマハ SG。あ、ちょっと鬼っぽいやつね。鬼っぽいです。え、20万もするの？そうそうそう。すごい。高いんだ。高いね。定価374,000円だって。ああ、じゃあ定価が高いんだ。うん、いらっしゃいませ。うん、本日はようこそ。レスポールグレコでしょ。うん。これもジャパンヴィンテージ。70年代だって。本当だ。77,000円。でも結構ヴィンテージあるね。ヴィンテージって言わないの。これ見てください、これこれ。88,000円じゃないから。あ、桁が違う。本当だ。ちょっと届かないけど。へ、うん、すごいね。88万。確かにちょっと木目がさ、うん、おしゃれだもんね。ちょっとね。うん。ちょっとこだわってますか出てるよ。いいよね。うん。どうぞお楽しみください。出た。レンダーストロープカスタムショップ63万8000円。なんかさ高いやつすごいあるね、うん、こっちも66万。すごいじゃん。すげえな。ここにあるってことは誰かが売ったってことなの？そういうわけじゃない。そうだ。そういうこと、うん、お客様のお呼び出せを申し上げます。行った人がいるってこと。そういうことだよね。こんなの普通に持ってるもんなんだ、ね、すごいな。同じ人が持ってたんかな。ああ、可能性はゼロじゃないの、うん、ちょっとそういうなんかさ、うん、前のさ、うん、オーナーさんのこともさ、うん、ちょっと思いを馳せてしまうね、うん、考えちゃうね。ちょっと高いとね、うん、
仙台ジャパン。これはお手頃じゃないですか。9限定で。あ、そうなんだ。うん、じゃあこれも年代もの？80年代だ。80年代、9限定。まあいわゆる新州ギターだね。うん。同年代で私と。あ、そっか。80年代生まれ。うん、へぇ。フェンダーメキシコ、フェンダージャパン。ビッケンバックアイデンジョージ・ベンソンでしょ。東海、最近人気の東海。そうなんだ、うん、ファンクおじさんが東海を知らない。東海ってことは東海で作られてるの。そうだね、東海地方じゃない。あ、やっぱ日本のメーカー。うん、うん、どこだろうね、静岡の方かな、わかんない。東海って、まあ、長野も東海だけど。あ、そうなの？そうじゃない。なんかね、うん、いろんなところに入り込む長野県って感じ。あ、そうなの。見方によって違うの。うん。信越だったり、ね、東海だったりする。エアコン。音出ました。ガリがすごいです。またガリ。うん。お寿司のガリじゃないから。もう分かりました。学びました。古いな、めっちゃ古い。でかくない？ヤマハの、うん、でかい。でかいね。うん。誰が使うのこれ？スタジオとかで使うんじゃないの？そうだよね。うん、まあこの辺だったら民家でも。まあね。ワンちゃんいける？まあ、いやまあまあレベル低くすれば。え、協力パワーって書いてあるの。セレッション8インチ2発搭載。あ、あれなんだ、シミュレートなんだ。はい。何のことやら。あ、結構アンプ種類多いね。そうなんだ。うん、大きいの多いね、やっぱ。うん。上田はあれかな、大きいお家が多いのか。どこも大きいか。そうですね、うん、都会に比べれば。ゆいちゃんの実家なら全然ね。まあ大丈夫だ。多分ね、金管やっても大丈夫だから。お風呂にやったものを幅広く開放してます。ジャンクコーナー、はい、お楽しみのジャンクコーナーです。もう早速取り込んできました。安くない？3850円。スタジオアンプセレッション入ってる。スピーカーがセレッションの。店内商品すべてが一点物です。音出た。思いがけない長野だけの宝物との出会い、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。ちょっと気になる。ハードオフジョインクワです。ハードオフは売ったり買ったりするあなたのお店です。4400円。音出ました。うん、ちょっと気になる。うん、ギターは。本日は琴の上田家にお越しくださいまして誠にありがとうございます。番号から OH599番、 OH599番のお客様、買取が終了いたしました。一体オファースまでお越しください。
プル2。マリアプロ2。うん。傷汚れ多数。うん。うん。ちょっと気になる。そうなんだ。どの辺が気になるの？なんとなくどんな音するのかな。ああそういうことか。うん、シール貼りがちだよね。ね。シール貼ってあるね。うん、シール貼りがちだよね。貼っちゃうよね。うん、はい。ジャン君、アサリ君。つまりないですね。欲しい。ことやってる人で、本当だ。ことめっちゃある。珍しい。めっちゃことやってる人でしょ。うん。これもあなたのお店です。これどうしようもないね。何それ。スイッチ。多分。あのヒュース&ケトナーのアンプのチャンネルスイッチだと思うんだけど、うん、アンプにくっつけて使うの、うん、これだけ単体でここに置いてもなかなか使い道がなるほどねないような気がする、ね、すごいギラギラしてる、うん、という感じですかね。プレッシャー1万1千もすぎよ。あ、1万1千もなんだ、うん、高い高いよ。だって納豆もないし、うん、ゲームこれもないし、確かにここもないし、うん、本体だけってことか、うん、ジャパンヴィンテージだから強気だね。うん、そうなんだ、うん、うーん、という感じですかね。はい、まあ収穫はなしということでそうですね。お昼ご飯食べて帰ろうか。あー、お腹空きました。行きましょう、はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。めっちゃ美味しそう。うん、これは間違いない感じですね。間違いないですか。ちょっといただいちゃってください。これならいる。いただきます。はい、うまい。
うん、おいしい、めっちゃおいしい。